豊島竜王とは、王位戦。秋田王戦。そして竜王戦を合わせて19番勝負を、戦うことになった、豊島正幸竜王への挑戦権をかけた第34期、竜王戦、主催、読売新聞社挑戦者、決定3番勝負第2局。藤井聡太二冠、長瀬拓也王座戦が8月30日に、東京、 将棋会館で行われました。藤井聡太二冠が戦勝して迎えた本局は、77手で藤井聡太二冠が勝利。二連勝で、豊島正幸竜王への挑戦権を獲得しました。第一局は長瀬王座の三権飛車から、愛穴熊の将棋となり、184手の長手数の末、 藤井聡太二冠が勝利を収めています。第二二局は対照的に探偵数での決着となりました。相掛か,かりの戦型になった本局は、両者が最も強い手の応戦を繰り広げた結果、序盤から激しい展開になりました。八六歩同歩同飛と長瀬王座が飛車先の歩を交換したタイミングで、 藤井聡太2冠は7六歩と角道を開けました。事前に9六歩とついているため、角道を開けなくても8七歩には9七角があり、角を取られる心配はありません。しかし、角を大きく盤上中央で使うためには7六歩はついておきたいところです。ところが六段目には相手の飛車がやってきたばかり。 すぐに7六同飛と取られてしまいます。取れるものなら取ってみろ。と、藤井聡太二冠は思ってはいないでしょうが、7六歩はそういった意味合いのある手です。藤井聡太二冠に強気の手を刺された長瀬王座、7六の歩を取るのには、後手にもリスクが伴います。飛車が八筋からそれると、 先手に八二歩と打ち込まれる筋が生じるのです。相手の主張を通して穏やかな順に進めるのかそれとも、真っ向から踏み込んでいくのか長瀬王座は17分の考慮で、7六同比を選択。最強の手段で応戦することを選びました。当然、藤井聡太二冠は八二歩と敵陣に打っていきます。 カツラを端に跳ねさせてから、9号歩と追撃。局面は一気に激しくなりました。35手目。藤井聡太二冠は、昇降に入ります。ここは、方針の岐路。これまで通り攻めていくのか、それとも地玉の守りを固めるかという局面です。藤井聡太二冠は4 8玉と着手。 自玉の守りを優先しました。乱戦模様で判断の難しい将棋だったかなと思います。74 1と引かれた局面で調校して、何か攻めていく手も考えたんですけど、少し生産が持てなかったので、48たまでは全くうまくいっていないのかなと思っていましたと、藤井聡太二冠は振り返ります。確かに、 藤井聡太二冠の感想の通り、四八玉と指して、アメマの AI の評価値は下がってしまいましたが、これが人間同士の戦いでは、好判断でした。四八玉に対し、長瀬王座も十四分の考慮で八八歩と打ち込んでいきました。八八同金と取らせることで、金銀の連結を分断し、 馬を作る手をより厳しいものにしようという狙いです。ところがこの手を曲後に、長瀬王座は真っ先に悔やみました。長瀬王座も読めなかった、藤井聡太二冠の構想ここから藤井聡太二冠は、長瀬王座の読みを上回る、対局感を披露します。馬で金取りをかけられた局面で、 その金取りを放置して8三角と攻め合ったのが、攻守でした。相手に7五角と詰めろ飛車取りで角を打たれて、しまいますが、ズバッと6一ひなりで飛車を切り、その後5八金でじっと受けに回ったのが絶妙な手順。相手に、飛車、角を渡した上に、依然金取りが残されている局面ですが、 これでなんと先手が優勢です。6号比から8三角と打って、こちらの玉が早逃げしたのが生きるのかなと思いましたと、藤井聡太二冠。巧みな構想で4八玉が生きる展開に持っていってしまいました。一方の長瀬王座は8八歩に変えて8六歩しかなかった。本譜の8三角6四歩。 7四角なり同歩6四飛7五角で、その先の五八金の局面を眺めていて、確かに悪いのは分かったんですけど、それを理解できていなかったので八八歩として、しまいました。ただその局面の形勢の良し悪しを、その八八歩と打つ前の段階から判断することがちょっと、できなかったので、 判断できていれば8六歩という手になったのかなと思いますと振り返ります。感想戦では長瀬王座指摘の8六歩が調べられました。藤井聡太二冠は4八玉と玉を上がった時に後手がどう刺すのかが難しいのかなと思って最終的に上がったんですけど8六歩と垂らされるとここの傷 六九の地点を指さしながらもできているから、かえって損したかもしれない。新しい傷、六九角の打ち込みなどができているので、と八六歩の優位性を認めていました。本譜は五八金の後、長瀬王座は八八場で金を入手しました。この金は取ったというよりも取らされたと表現する方がいいでしょう。 直後に8三飛と馬銀取りで飛車を自陣に打ち下ろされるのが激痛です。ただし、8三飛の真の狙いは駒を取ることではありませんでした。両取りを受ける8二飛に対し、同飛なりとして銀を8二に呼び寄せるのが本当の狙い。それから6三金と打てば、長瀬玉は一気に受けが難しくなりました。 藤井聡太二冠の攻めはその後も止まらず、六五桂と自陣の桂ツラをも働かせて、全軍躍動を、六五桂から手順に攻めが続く形になったので、そのあたりで差しやすくなったかと思いましたと、藤井聡太二冠もここで優勢を意識したとのことです。その後、流瀬玉を追い詰めるだけ追い詰めてから、 手堅く6六銀と墨取りに投入したのが決めて。これで、藤井里志太玉のには一切の礼がなくなり、あとは着実に相手玉を寄せていくだけになりました。最後は、藤井聡太二冠が流瀬玉を即積みに打ち取って、勝利を収めました。本局は、藤井聡太二冠が流瀬王座の読みを上回る。 対局間でリードを奪い、そのまま押し切った、会心譜となりました。あまりいい手ではなかったかもしれないと本人が語った、四八玉を模倣手に変えてしまう。その構想力に脱帽です。本局に敗れた、長瀬王座は、一組優勝でいい位置からスタートは、できたんですけど、結局、藤井聡太二冠を抜かないとというところがありますので、 あまりアドバンテージがあるという状態ではないという感じはしていました。本曲も含めて、最後の64比の曲面などの、深い曲面での読みの部分で差をつけられてしまった印象がありますので、それを補っていきたいなと思いますと今季の竜王戦を総括しました。一方、 アキラオ戦に続いてタイトル挑戦権を獲得した藤井聡太二冠は竜王戦という最高峰のタイトル戦で挑戦できるのは光栄だなと思います。2日制の8時間ということで王位戦と同じ条件になるので王位戦でうまくいかなかったところを修正して臨めればと思いますと終局直後に語りました。 藤井聡太二冠の挑戦を受けて立つのは、豊島竜王です。両者は、大井戦。明王戦に続いて、竜王戦でも激突。すべて合わせて19番勝負となりました。大井戦は4勝1敗で、藤井聡太対王位が防衛。明王戦は2勝2敗のフルセットとなっており、 決着局は9月13日に行われます。そして、第34期竜王戦7番勝負でも、まさに頂上決戦と言えるカードが実現しました。終局後に行われた記者会見で、藤井聡太二冠は最高峰の舞台なので、それにふさわしい将棋を指したいという気持ちはあります。また、 相手が、豊島竜王ということで、またこうして、番勝負で対戦できるということはとても嬉しいことなので、その機会を自分にとって生かしていければなと思っています。開幕までに、まだしばらく時間があるので、その間に、しっかり準備をしていって、7番勝負を盛り上げていければと思いますと抱負を述べました。 熱戦が繰り広げられること間違いなしの竜王戦七番勝負。その日程は以下の通りです。第1局、10月8日9日、東京都、セルリアンタワー農学堂、第2局、10月22日23日京都府、総本山みんな寺、第3局、10月30日31日福島県、新津田第4局、11月12日13日、 山口県、ANA クラウンプラザ第5局、11月26日27日、岡山県、円通寺、第6局、12月4日5日、鹿児島県、イブスキシロミズカン、第7局、12月17日18日、山梨県、常磐ホテル。次のオーディオビデオでお会いしましょう。